沢山隆司会は奈良県出身の武道家、日本憲法の改祖、本名は勝。沢山隆司会は1906年に奈良県に生まれ、幼くして養子となり、山陰地方の名門として知られる豪族山梨の門流である沢山家の人となる。生来病弱であった上に養父母が溺愛し、少しでも危険と見れば、 わずかな運動すらさせなかったゆえに、小学生の頃は通学するだけで疲れるほど、ひ弱だったという。自分の体力のなさに、一年発起し、大正八年、開校者小学校の尋常化を終え、日清商業学校に進学した時にボディービルと柔道を始め、後に五段の腕前になる。しかし、柔道において一般に、 アテミの工房の練習が停止されていたことに失望し、後に糸登流を創始するマブニケンマとの出会いを機に彼に指示して空手を学び、昭和5年6月、通っていた関西大学に、等で研究会を立ち上げる。だが、マブニとの練習も二人相対しての型稽古で、沢山の求めた自由な工房にはほど遠かった。そこで、沢山は、懸命に死案。 研究、試行錯誤を重ね、約束組み手、自由組み手、真剣組み手を考案する。昭和7年秋、春に関西大学を卒業していた沢山は、大日本憲法会を発足させた。会長には沢山が就任した。それからは防具を装着しての稽古の開始、第1回開演演部会、第1回大日本憲法選手権大会の開催などを経て、 乱稽古イコール自由な打ち合い稽古を整理、確立していくが、昭和15年2月、王将されて、中国大陸に渡る。昭和21年5月に復員し、28年、東京、読売新聞ホールで開催した公開演武が大成功を収めるや、日本憲法は、武道会の注目の的となり、立正大学が、東日本で最初に憲法部を作り、早稲田、慶応。 明治などの関東を中心に各大学で日本憲法部が次々と誕生し全国的に広がっていった。昭和29年、沢山は一代限りの宗家を合し日本憲法会会長の座を同志の矢野文雄に譲った。昭和50年9月、肺がんに倒れた沢山は、私は日本憲法の中心的な部分を作っただけだ。さらに研究を重ねて、 より高いものへと発展させねばならない。それは、君たちの仕事だと言い残して2年後の9月27日、71歳で、この世を去った。沢山の一君は、本流、傍流の弟子たちによって、日本全国、海外まで伝播され、近年、主砲者の英知を結集し武道競技団体として、全日本憲法連盟を発足し、 研究を重ねより高いものへと展開されている。沢山は昭和22年に40歳で結婚したものの、国土は戦争中の空襲で焦土と化し、明日の生活にも事欠く状況の中、新婚生活も決して楽しくなかったようだ。当然家計も苦しく、ある客がこの時期の沢山家を訪れると、粗末な家の玄関に、襖一面の魔物が描かれてある。 驚いた客が尋ねると、これは七邪神じゃ神社。七福神は大切にすればご利益があるというが、およそわしには縁がない。我が家にいるのは、従って貧乏神ばかり。そやから、こうして七つをまとめて書いて、時々蹴ったりついたりして、貧乏神をいじめてるにや。やっつけたら、多少は、福が来るような気がしてなあ。沢山は、寂しげにそう言ったという。ありがとうございます。